ウェザーリポートに雨を降らさせやがった。霧まで出てきた。ホワイトスネークの正体はプッチ神父だ。バレた。509、521。あの時なぜ自分はあんなことをしてしまったのかと後悔する恥のために、私の正体がまだ空城ジョリーンに知られたわけではない。どうやら無事だったようだな。でもなぜ私にこんなことを。君には刑務所の外にも中にもなかった希望が見えるんだ。何か来る。ウェザーリポートが来なかったらやられていたんだ。ああ、プッチ神父は D4G の記憶から。工場で負った傷はもう大丈夫なの？ああ、君こそ二人をすぐに引き離すんだ。私が？お前がやるんだよ。なんだ、今それどころじゃないだろ。おい、俺に意見してんのか。もう必要ない。始末するぜ。わけのわからない生物は始末しとくべきだ。了解してくれ。ウェザーリポート、状況は飲み込んでるな。貴様、クソ、やってくれたな。案内してくれて礼を言うぞ、フーファイターズ。547、557、ついに出会えたな。天国へ行く方法。それがこの緑色の盾、ジョータローの娘。父の記憶と FF から取ったディスクと。こんなのでこの私を捕まえたつもり。この手錠でお前は私に触れている。もはやゆるゆるで取り出せるぞ。理解したよ。数ミリだ。宙返りの角度の危険の限界を親ツバメから教わっていないため、なぜ事故に遭いやすいのか気づいてさえもいない。ディスクで目隠ししたのになぜ分かった。刑務所に来た時はスタンド能力さえないと思っていたのに、このままだと私が永久に保存できる。だがどうするね。ディスクを取りに行くか、あとは実行するだけなのだ。螺旋階段、カブトムシ、秘密の皇帝。君の方から私の方へ来てくれるのか。ハレルヤディオ。そんな、こんなことが、こんなことが。ダイバー、聞こえないよ。ダウン。くそ、さっきから寒いんだ。出そうと努力したんだが、くれてやるよ。お前が俺の体の中に入って俺の命令は何でも聞くとな。消えていく。違うんだ。やったな。アナスイが友達にさよならを言うことすら考えられなくなることだった。アナスイが目を覚ましたら伝えといて。さよならジョリン。もうここにはいられない。これが私の魂、これが私の知性。私じゃないと思う。これでいいジョリン。 FF あと1分経ってこんな監視だらけのところに来るのはやば。赤ん坊なんてどこにも持っていなかったんだ。ディスクは持ってるよお姉ちゃん。どこかに置いたりなんか絶対にしない。ここは超厳重に見張られてる。スピードワゴン財団は僕が必ず呼んであげるよ。そして父さんの記憶を読んだ今、ついに20年の意味が分かった。この程度の鉄格子なら3分あれば破壊できる。僕の部屋にも来ないんだ。ウルトラセキュリティハウスユニットからなら行ける。時を止めない限り絶対に出られない。お姉ちゃん、今はスピードワゴン財団を待とう。ジョリンお姉ちゃん。
僕は協力できない。ホワイトスネークからのメッセージよ。スタンド名はジェイルハウスロック。そんな予定はない。今すぐ、これが能力か、くらえ。1、すぐペンを持て。3、本体を倒せ。奴の名はミュウミュウ。私はウルトラセキュリティの剣で独房にいて、へそにピアスして、脱獄するって言った。どうねえ、なんで私女子館に戻ってきてんのよ。ペンよ、貸して。自分で自分の体に、うん、お願いなんだけど、私が何回も聞いてること、過去のことは覚えているが、新しく4つ覚えたら1つ忘れる。2日も、私は2日も同じことを質問していた。スタンド攻撃、私を脱獄させないための。何かあったような。くそ、何なんだよ。そいつどこに行けば会える。今までそこにいたよ、ジョリン。ギンギンの金髪、縮れ毛で網タイツ履いてた。今食事に行くって言ってたわよ。そろそろランチの時間だから。死んだんだな。たっぷり飲めよ。仇は取る。ねえんなら邪魔だ。行け、どいたどいた。次。なんだっけな、ボーに何しに来たんだっけ。どっかにメモっといてくれない。私は独房から脱獄しようとして、なんかいつも同じメニューって感じ。座るわね。何しやがんだってめえ。綺麗に拭かないとね。脱いで脱いで。脱獄しようとしてそれが潜む鉄格子に触れたものは、それは身に染みて理解できるわけだからな。今思い出すんだ。今じゃないと永遠に忘れ去ってしまう。これだけでいい。一つ開けとこう。あの出口からこの部屋を出て。今消してやったジョリンの腕にそういう名前が書いた。私は今どこにいるんだ。なんで追われているんだ。ありえない。我々の目の前を通ることになる。僕は何を。ジョリンお姉ちゃんに伝えなくてはならないことがある。空城ジョリン、お前の脳は記憶として受け付けていない。あんたこそこの手、かわいそうに。どうしたのよ。ジョリンお姉ちゃんに伝えなくてはならないことがある。なんでなんでなんで。プリントアウトすれば残る。何をよ、エンポリオ。あの時そいつが一緒にいたというわけか。だが記録されるのでは話が別だ。だが覚えてないだろうな。もし私が今こんなところになぜ部屋がありこの刑務所内にいると。そいつのことだったらしいな。それが私のジェイルハウスロック。残りの弾丸が体に食い込むだろう。水に映り込んだ像ならたった一つの真実。くそ。エンポリオ、しばらく持ちこたえて。だから。エンポリオ、あんたのそういう慎重さ、あいつの意図か。わからないけど、プリントアウトして。
私はここにいるんだ。お前が射殺されるのは気分がいい。とても気分がいい。あんたはエイポリオ。伝えなくちゃ。お姉ちゃんなら正確にプリントアウトできる。二進法なんだ。ありがとう。つまり敵でいいんだな。お前はあんたと私のジェイルハウスロックを無効にさせたわ。もしここに居続けるってんならそのまま部屋に戻って。見ろ、子供がいるぞ。なんで刑務所に子供が。おいでエンポリオ、行くよ。俺ここで何を。どうしてここに。この先も頼むぞジェイルハウスロック。父さんのディスクはあるわね。騒がしいと思ってたけど、やっぱりお前らだったのか。神父を追うんだな。そうよエルメス。失礼する。何よこれ。ひどい体調だ。何かが暴走している。私の中でこのパワーに必要なのはやはりそれか。ケネディ宇宙センター。時は新月、あと6日。Fighting God!